遠藤恵美選手の登場です。おめでとうございます。まず遠藤選手、一言喜びの声を聞かせていただいてもいいですか。はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当におめでとうございます。それでは表彰を始めさせていただきます。まずはじめに、一般財団法人日本モーターボート競争会会長賞として優勝旗と副賞が贈られます。授与いたしますのは、一般財団法人日本モーターボート競争会津市部執行役員袴田宗男様より、まず優勝旗が手渡されます。どうぞお受け取りください。まず優勝旗が手渡されました。続いて副賞のリアドロ社製の陶器人形が贈られます。美しい陶器人形でございます。袴田執行役員、ありがとうございました。それでは続きまして、優勝賞金の目録が津市副市長片田悟より贈られます。優勝賞金1200万円の目録の授与です。おめでとうございます。それでは続きまして、来年2024年1月11日からボートレース大村で開催されるプレミアム G1 ボートレースバトルチャンピオントーナメントの出場権の証、エントリーフラッグが贈られます。どうぞお受け取りください。片田副市長、ありがとうございました。それではファンの皆様、お待たせをいたしました。優勝いたしました遠藤恵美選手へのお話をお伺いします。改めまして、プレミアム G1 第37回レディースチャンピオン優勝おめでとうございます。ありがとうございます。夏の女王に輝きました。まず今のお気持ち、お聞かせいただけますか。そうです、本当にすごく嬉しいです。はい、嬉しさいっぱい、そして、はい、ほっともしている感じでしょうか。そうですね、ほっとしました、本当に。さあ、それにしても見事の直まくりを決めてこられたんですけども、はい、ご自身ではもうその戦法だったんでしょうか。いや、何も決めてはなくて。そうだったんですか。はい、でも、あ、いけるっていう感じがしたので、はい、いった感じなんでしょうか。はい、そうですね、最後に平山さんが寄ったように見えて、はい、行きました。そうでしたか。では優勝戦に振り返りたいと思いますが、この優勝戦は2号艇となりました。まあ、エンジンが今節しっかりしていて、まあ、少々外しても足がいいということだったんですけども、はい、今日の優勝戦に向けてはどのような調整だったんでしょうか。そうですね、本当に乗り心地だけを求めて調整しました。しかし
今日は何といってもこの天候、まあ、雪感はホーム追い風コンディションこれは変わらなかったんですけども、はい、強めの風でした。そのあたりの調整もどうだったんでしょうか。追い風の割には本当にちゃんと船も帰ってくるように調整できたと思うので、はい、さあそして心境の方なんですけども今日は何といってもレースの波乱といいますか展開がもうどこからも攻められるようなそんなレースが続いたんですけども、はい、遠藤選手の中ではどのような心境だったんですか。そうですね、あまり一号手が決まらないような一日だったので、うん、チャンスが絶対あると思って、はいはい、そして先ほどもお伺いしましたけども2コースから、まあ、昨日のようにこう差しハンドルかなと思っていた感じだったんですけどもご自身ではもうどちらもどっちでも行けるようには調整したつもりなので、はい、そうでしたか、はい、さあスタートですけども優勝戦はどんな見え方でしたか。は昨日と同じように、はい、いいスタートが行けたと思います。頭脳2コースのイメージがいいということだったので、はい、そのあたりはすんなりそうですね行けた感じでしょうか、はい、さあそしてこれはいけるとまくっていこうとどのあたりで決めました。平山さんが思ったよりもこう張ってきてる感じがあったので、ええ、あもう上しかないかなと思っていきました、はい、その1マークは感触どうでしたか。ちょっと流れたかなと思ったんですけどしっかり前に押してくれたんで、はい、よかったです。一発が決まりました、はい、突き抜けましたそこから、はい、ゴールに向けてはどうだったんでしょうか。道中どんな心境だったんですか。やっと終わるなと思って、はい、意外と余裕なメンタルでしたか。いや余裕じゃないです。もう本当にやっと終わって、はいはい、ゴールを決めて終わったというそんな勝利の喜びだったでしょうか。そうですね、はい、本当にホッとしました。そうでしたか。雪感このレディースチャンピオンいかがでしたでしょうか。本当に暑い中作業も続いたと思いますけど、はい、そうですね本当になかなか調整も難しくて失敗したことがこう5日目と今日につながったのかなと思います。そうでしたか、はい、まあ、自在なさばきでシリーズ上位で引っ張ってこられた遠藤恵美選手なんですけどもこの37回制しました。これでレディースチャンピオンは2回目の優勝となりますね、はいはい、そのあたりはやはりもう一度取りたいという意識は当然ありましたか。そうですね、出るからにはやっぱり優勝は考えてます、はい、まあ、昨年女子レーサー初の SG ウィナーと輝きました。そこからいろんなプレッシャー当然あると思いますし大舞台での活躍が多くなってきたと思いますがそのあたりはどうだったんでしょうか。心境ここにたどり着くまで。そうですね、なかなか結果も残せず、はい、あまりいいレースをしている感じじゃなかったので本当に今回ここで勝ててよかったと思います。次節が地元ということですのでいい報告ができます ね、 そうですね地元の皆さんに、はいはい、では第37回レディースチャンピオン夏の女王として輝きました。最後に皆さんにメッセージ送ってもらってもいいですか。はい、最後までこんなに残っていただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。もっともっと上の舞台でしっかり活躍できるようにもっと力をつけていきたいと思います。これからもご声援よろしくお願いします。見事プレミアム G1 第37回レディースチャンピオンの覇者は遠藤恵美選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。